トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月24日土曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の1は BCW 3月生まれのオスバトですね。今年から種バトにしました両親から生まれた子供になります。それの3月生まれですから、一番子、初めての子供ですね。車外開始になります。今日も出社口の前の板の上にはたくさん鳩が集まってます。出社口を上げると同時に鳩が外に元気よく飛び出してくれてます。今日の出足も順調です。飛び始めた鳩たちです。外に出てだんだん集団になりつつあります。今日も何羽かは急車の上に直行組がいますね。その後飛び立つとは思うんですけども、いっぺんにドーンという出社はしていません。今飛び上がりましたから、これでほぼほぼ全球飛び上がったんじゃないかなと思います。あとはずっと西の方へ飛んでいって遠征に行きました。もうじき5時10分になるところです。遠征に出た鳩が戻ってきて厩舎の周りを旋回し始めてます。今日の遠征時間は短いですね。本当に見えなくなったなと思ってたら、しばらくして帰ってきてしまいました。戻ってきてからも厩舎の比較的高いところっていうか上空を飛んでます。横に広がっては飛んではいるんですけども、なんかあまり勢いは感じられません。非常に変化がありましたらまた撮影を開始したいと思います。6時15分になります。鳩が今降りてきました。降りてきた鳩、こう見てるんですけども、口を開けてる鳥がやたら多いですね。今日は飛びにくい空なのかもしれません。厩舎内の気温は 26.2 度、昨日よりもちょっと上がってますけども、やはり26度を超えてくると鳩は飛びにくいのかもしれないですね。昨日まで口開けて降りてこなかったのに、今日は多くの鳥が口を開けて降りてきてます。今日の気象条件はあまり鳩にとってはいい条件ではないようです。鳩は5時45分に再び飛び上がりまして、今厩舎の周りを旋回してます。先ほどの気象は15分間、今度の気象も今もう降り始めましたから、飛翔時間は10分ぐらいですかね。今日はあんまり鳩の飛び方が芳しくありません。昨日までのよく飛んでた鳩が嘘のようです。さらに降りてきた鳩を見ますと、この2回目飛んで降りてきた時もやはり口を開けてますね。気温の高さっていうかな、朝の気温のちょっとした高さが鳩にとってはすごい厳しい条件になるんだなっていうのが今日の車外でよくわかります。やっぱり朝の車外は涼しい時間帯の車外が一番ですね。暑くなってから飛ばすんだとなかなか鳩の筋力強化にはつながりません。6時15分になります。今また鳩が飛び上がりまして、厩舎の周りを旋回してます。今日は飛び上がるのが3回目ですね。短い時間しか飛んでないんで、今回も3回目もあんまり期待はできませんけど、3回目の飛び立ちを行ってます。まだしばらく飛んでるみたいなので、降りてきた頃を見計らって撮影を開始します。
ただいま6時25分になりました。鳩が今降りてきまして、屋根の上に止まったところです。呼吸が落ち着きましたら呼び込んで今日の社会は終了したいと思います。時刻は6時半になりました。鳩が入り口の方に寄ってきましたので、呼び込んで今日の社会は終了したいと思います。今日の飛翔時間は長くなかったですね。15分飛んで、10分飛んで、10分飛んでというふうな具合です。昨日までは順調な飛翔をしてましたので、今日もそこそこ飛んでくれるかなと思ってたんですけども、今日は鳩は思ったような飛び方をしてくれませんでした。ちょっと今日は落ち込んだ日になってます。気温のせいにしたいなと思ってます。気温が少し高いと鳩の飛ぶ力が失せるみたいです。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。今日は残念な社外風景でした。失礼します。